玉作りは、大阪府大阪市中央区と天皇区の町名。または、同市中央区と天皇区の地域名称。本校では、町名の由来となった、かつての東成郡玉作り町についても述べる。現行行政地名は、中央区玉作り1丁目及び、玉作り2丁目。天皇区玉作り本町及び玉作り元町。現在、玉造りとつく町名は、中央区玉造 天王寺区玉造元町、玉造本町がある。これらに隣接する中央区森の宮中央の南部、宝園坂の南東部、上町の東部、天王寺区真田山町の南東部は、東成郡玉造町の旧町域を含んでおり、他に玉造駅周辺の天王寺区空堀町、清水谷町、江笹町、東成区中道、東小橋なども地域名称として、 玉作りと呼ばれることがある。植樹混在地域で上町大地に展開する文京地区の一角を占める。西区の川口と並んで大阪市外におけるキリスト教の布教拠点となった地でミッションスクールが多い。古墳時代に曲玉などを制作する玉作り部がこの地に置かれていたことが地名の由来とされている。昔から交通の要所であり、 大阪から東へ向かう古道のいくつかがここを経由し、奈良、八を、市山方面へ繋がっていた。前述の玉作部と、高安の玉作り部との間に、玉のお宿を通じて交流があったと言われている。石山合戦では、主戦場の一つとなり、豊臣秀吉による大阪城追記に際しては、当初玉作りは、町人地であったが、町屋の格外移転を伴う京長初期の、 三の丸造営によって、大阪城三の丸に組み込まれ、細川、浮田、八塚、前舞田、龍蔵寺、浅野、片桐などの屋敷が玉造りに置かれた。しかし、大阪の陣によってすべて怪人に返した、松平忠明による復興により、玉造りは武家地、超人地、念口が混在する地域となった。北半に玉造り口定番の武家屋敷地、中央に町人地、 カラボリアトインに東成群玉造村が置かれた。豊富末期に一旦超人地で亡くなっているため、徳川期の玉造町人地は、伏見城下からの移住者を中心に形成された。なお、町人地として再活用されなかった余剰地が点在しており、それらは平野口町の交通や吉右衛門に肝入りさせて、西成郡吉右衛門肝入り地となった。超人地では、 1648年に、玉造り口定番の寄り木、同心屋敷地として就航された日本松町、北、新町、大津町、東伊勢町、伏見伊勢町、伏見清水町、伏見長屋町、越中町一丁目の八丁が堀江、移転、1702年に、大館主配地として就航された伏見坂町の北組分が千日前へ移転している。 玉造村は高想地であることから、畑作の村で玉造黒門腰売りが栽培されていた。玉造黒門腰売の黒門の名は、現在の中央区玉造一丁目付近にあった、豊臣家大阪城の玉造門が黒く塗られていたことに由来する。猫間川の水運が土砂の堆積によって、江戸時代末期から衰微しており、そこへ明治維新後の武家屋敷の破却が重なったことから、 町人地の経済が衰退してしまい、江戸時代以来の武家地、超人地は1873年に大阪市外から切り離されるに至った。明治初年の時点で玉作り超人地には以下の26町があった。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の推移。 世帯数の変遷国勢調査による世帯数の推移2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである人口の変遷国勢調査による人口の推移世帯数の変遷国勢調査による世帯数の推移2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである 人口の変遷国勢調査による人口の推移。世帯数の変遷国勢調査による、世帯数の推移。大阪カテドラル聖マリア。大聖堂森下人端本社近隣の駅。大阪府大阪市中央区の町邸。あ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。ABCDEF。住民基本台帳人口。外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB 玉作りの郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB 大阪府大阪市天王寺区の町邸。朝一覧。人工統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB 玉作本町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。AB、玉作本元町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。ABCDEF、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。ABCDEF、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCDEF、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと。 総務省統計局2019年8月16日閲覧 ABCDEF 平成22年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧 ABCDEF 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び 世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、玉作り本町に関するカテゴリー、玉作り元町に関するカテゴリー、ありがとうございます。